第2次フランス軍事顧問団、第2次フランス軍事顧問団は幕末に派遣され、第1次顧問団に続き日本に派遣された軍事顧問団である。明治政府がフランスに軍事顧問団の派遣を要請したことはやや意外であった。フランスは1867年には幕府陸軍の訓練のために軍事顧問団を派遣しており、 さらに1871年の不仏戦争の敗北によりその名声にやや陰りが出ていたためである。とはいうものの、フランスからの指導を受けることは日本にとって依然として魅力があった。1873年にフランスを訪れた岩倉施設団の長である岩倉智美は次のように述べている明治天皇による古文団の歓迎式。 1872年古文団は1872年5月に日本に到着した。団長はシャルル・アントワーヌ・マルクリー中佐であり、後にシャルルク・ロードム・ニエール大佐に交代した。古文団は士官9人、下士官14人、軍学隊責任者11 1名及び職人2名で構成されていた。著名な団員の一人に公平単位であったルイクレットマンがいた。 クレットマンは後にエコールポリテクニークの学長になるが、日本で約500枚の写真を撮影しており、パリのコレージュドフランス、日本学高等研究所に保管されている。団員は3年契約で、月報150円から400円で雇用された。古文団の目的は、大日本帝国陸軍の再編と、1873年1月の徴兵令の施行を支援することであった。 長兵令では、万二十歳の男子から抽選で三年の兵役とすることを定め、常備軍終了後は四年の交尾軍とするものであった。顧問団は、主として歌詞館を養成する陸軍共同学校で活動した。1872年から1880年にかけて顧問団の指導のもとに各種の学校等が設立された、 古文団が設立した一ヶ谷陸軍主管学校1874年から残りの期間にかけては沿岸防御の充実に重点が置かれた。古文団の滞在当時、日本国内では反政府の機運が高まっており、1877年には西郷隆盛による西南戦争が勃発した。古文団は陸軍の近代化に多大な貢献をし、 徴兵制に基づく陸軍がこれら士族判断に代用できるまでになった。途中から顧問団の団長を務めたムニール大佐。1874年撮影。ありがとうございます。